ユニクロって元々どこでしたっけ？山口です。そうですよね、はい、そう近いんだよな。そうなんだ、ね、そうそう昔広島に来た時にすごい便利やったのよね。そうそう、うんうん、助かったんです。そうなんだ。じゃあ行っていただいてたんですね。はい、ありがとうございます。ユニつながりというご縁でコラボをさせていただいてるんですけれども、はい、ありがとうございます。いかがですか、こういうコラボ。あのユニクロとユニコーンでもロゴも変えちゃったりしてるんですか？めちゃくちゃ面白いですね。面白い最高ですね。もう面白いですか？ ありがとうございます。あの気に入っていただけたら どうですか。本当に似てますからね。似てますよね、はい、ありがとうございます。いやいや、お世話になりまして。ありがとうございます。皆さん何枚ぐらい持ってらっしゃいますか？数えたことないですね。80枚ぐらいですかね。7枚ぐらいですかね。同じ種類7種類で700枚ぐらいあるよ。在庫何1個100枚ってこと？1個100枚10枚ぐらいにして。ちなみに今回コラボ3種類今日来ていただきましたけども、はい、なんかお気に入り、どれが一番皆さんお気に入りですか？でも分かりやすいのは最初のやつでしょ、ね、そうだね。いいね、うん、これはね、どうなんですか、普通にグッズで売ってそうな。そうだね、うんうんうん、もうちょっとユニクロさんの主張が少ない。こっちはこっちね、うん、主張があるのこれ。ないんじゃない、ここに。あれ裏にそれは当然ね。あ これがいいよ。これこれいいよ、これがいいよ、うん、これこれこれがいいよ。ユニクロっていうかどんなことしてほしいかみたいなのぜひ伺いたいんですけど、こんな面白いことしてほしいとか、ユニクロでこんな企画どうだろうか、なんかあるんですか？ユニクロって一晩ぐらい考えとけよかったね。そうね。でもまあいろいろ T シャツいっぱい作ってるよね。うん、ね。いや大丈夫ですね。問題ないです。もう足りてます。